こんにちは。今日は9月の18日水曜日、和歌山からスタートし、随分長旅です。今日の目的地は名古屋。水を浴びております。この人は行基菩薩、有名ですね。漫画日本の歴史なんかでもよく見ました。目が見えなくなったのは確か鑑真ですね。この人はお寺を作りまくる、この人が作ったというよりも作るのにかなり尽力した人です。実際この人自身のお金も相当投げ打ったと聞いています。奈良の大仏にもかなり力を入れたそうですが、その完成を見ることなく、その何年か前に亡くなりました。奈良県の名産は柿。その葉っぱを使った柿の外しは非常に有名で美味しいですが、ちょっとね、もう私いつも今回の動画と関係ないですけども、山陽新幹線乗ってる時に駅弁大体柿の外しぐらいしか売ってないんで、それいつも食べて飽きてるんですよね。視聴者の皆さんも実際見飽きてるでしょ。もう食べなくてよくないですか、ね、今日はやめておきましょう。しかしこれは奈良でないとなかなか見かけませんが、このようにバラ売りもやっています。今回は2つで302円。まあ実はね、はま寿司とか、なんだくら寿司とかかっぱ寿司とかでは3皿も食べられてしまう金額ではあるんですけど、まあこれぐらいだったら軽いおやつですよ。歩きながらこれを口に入れて奈良の見物をするのが粋かどうかは分かりませんが、私はいつもそうやっています。お、早速嫌がるな。こちらにお辞儀をしています。でも餌を持っているの分かると本業に戻りましたね。近頃奈良県庁では除草に関する予算の不足が広く、この鹿を使った除草を試みているそうです。海外からのお客さん、草よりも鹿せんべいの方が美味しいようです。長年柿の葉寿司を食べてきて、私もようやく気づいたんですけどね、高級なタイとかそういうやつを食べるとなんか美味しいような気がするんですけど、実際はね、安いサバ、鮭、これが一番いいと思う。安くて美味しいですよ。ほんで終わり。あちらにはただいま万物の王たる霊長の作った素晴らしい、おお、びっくりした、本気で心配した。バス頭おかしくなったかと思ったけど、慣れてるんですね。素晴らしい秩序を今まさに堂々と冒涜しているものがおります。動物は秩序に従う必要がございません。おお、これはうまいね。おーおーおー、あのミニクーパーの運転手さんはぶち切れていること間違いありません。あ、笑ってる笑ってる、楽しそうだ。ここにおります砂糖漬けの畜生どもには一切人間の作った価値観など通用しません。彼らは特に危険という意識を持っていないようです。それは彼らが天然記念物という非常に大事にされる存在に自然と成り上がったからであって、自動車は彼らを前にしたら立ち止まなければならないことになっています。今日は特にひどいな、かわいそうに。かわいそう、なんとも思わないのかなあいつは。やっと横断歩道が青になりました。人間様の秩序の方が鹿に合わせてあげているという状態です。この鹿も立派な角があるからといって、それにあぐらをかいてもう堂々と危ないところまで乗り出しています。あの辺でものんきに草を食べています。人間は周りで鹿に当てたらば自分は豚小屋行きだと、豚箱か豚箱行きだと、そういうことを怯えながら車のハンドルを握り、アクセルを、踏まず、ブレーキに足をかけているというのに、こちらはもうすべてが自分のものになったかのような王者の感覚に浸っているようです。奈良ではいかに人間が無力であるかをよく知ることができます。あの鹿もしかしたらあの車の上にこれから乗るかもしれません。でも今たまたまそこに美味しい草があったから、まあとりあえず食べて、信号が赤か青かどうかはあの鹿には大した問題ではありません。他の車も注意をしながらゆっくりと出発。勝手に始めたファッションショーはかなり好評のようです。あ、でもちゃんと車が来ないタイミングを見計らって渡ったな。あの鹿は意外と車は危ないものだということぐらいは分かってるんでしょうか。いやいや、お見それしました。近代まれに見る、あれは天才の鹿ですよ。車がなんだか分かってるなんてね。こちらにおりますのはお鹿のシンボルたる立派な角を完全に刈り取られたかわいそうな鹿です。なんとも情けない姿。なんと思わないのね君。ちょっと聞いてみましょう。
私の息の匂いしかしませんけどね、いい匂いだったのでいつまでも嗅いてくれました。これは良い鹿です。ちょっとイケメンの鹿、道路の方を見渡して、あああんなところに嫌がるよ。もうあんな奴らとは一緒にいられないね。そんなことを言いたげな顔。大学に入った時、そういった感じのことを言っている学生たちを私も多く見ました。まあ、しかし実際のところ、鹿への、口による攻撃を少し緩めるとすれば、こうね、排水溝のところにぴったりと収まっている姿、なかなか愛くるしいものがあります。その脇を、少し緊張しながら自動車がいつも抜けていきます。こいつが飛び出したら車のせいになるわけでしょ？かわいそうな話ですよ。鹿がこちらに近づいてきました。うわぁ、バッカみたい。自分の最大の武器を両方ともちょん切られちゃったのに、まだそれでも戦おうとするんだ。うわぁ、こりゃバカの半分を担ってるだけのことはありますよ。この鹿はさっき他の人から鹿せんべい、おお、危ない危ない危ない、何やってるお前、持ってないことが分かんないのねえ。手ぶらできてるのにさ、こういきなりこうやって餌をねだろうとしていますが、まずこれが餌をねだるのに効果的な手法であるかないかも理解せず、相手の人間が餌を持っているかどうかもわからない。そりゃそうだよな、赤と青だってわかんないんですからね。一度先ほど鹿せんべいをこの近くにいる観光客からもらいましたので、味を占めてまたもらえるのではないかと期待している鹿です。その立派な角は何のためにあるんでしょうか。まあ、別に狩りのためにあるわけじゃないからいいのか。人間にこびることなく足元に散らばる餌を懸命に集め、自らの生命の維持に努めるこの鳩の方がよほど懸命に見えます。このあられもない姿、横断歩道がなんだか分かっていないから、あ、なんか鹿もちょっと悪気を感じたのかな。自分のせいで赤信号をちょっと他の人に、人間にまで影響を与えてしまった。反省したのか、横断歩道のこちら側に引き返してきました。外国人観光客を中心に渡る人も増えています。あそこに人力車がおりますが、あれは軽車両といいまして、一応道路交通法では車の仲間とされています。車道も普通に走ることができます。こちらの鹿も私が今からまたがりまして、うお危ない、これで鞭をはたいて走らせれば立派な軽車両、実はこれで公道を走ることもできます。しかし残念ながら奈良公園の鹿は天然記念物になっておりまして、上にまたがるものならおそらくはその保護に関する法律で私が裁かれることになるでしょう。奈良公園の看板の案内、何か一つ増えたように見えます。中には聡明な鹿もおります。今青信号になったのと同時に渡り始め、点滅信号になると大急ぎで渡り切ったようです。しかもあそこにいたあの青い車ですが、人間の歩行者もいたんですけれども、それを優先せずに曲がっていきましたので、それは良くない車です。鹿の方が正しかった。しかし残念ながら鹿は人ではないので、法律によって特に保護されているということはありません。動物愛護法ってのはありますけど、鹿が食べている鹿せんべいを踏んだくって取ると、まあ、私がですね、人が食べているせんべいを口から踏んだくったら、まあ、おそらく何らかの犯罪に罪に問われると思いますが、おそらくその程度であれば、鹿の口からせんべいを取ったとしても特に問題にはならないはずです。なんともかわいそうなことです。その代わり鹿は信号を守らなくてもよい。奈良公園の鹿を通じて私は法律の勉強をしました。あ、ちなみに今首を振りましたけどね、これお辞儀とか言われてるんですが、あの一応真面目な解説もしておきますけど、これは奈良公園の鹿特有の行為なんだそうです。あの多分今のもしかしたらハエがなんかこう邪魔でやってるだけかもしれませんけどね。まだ喧嘩してる。でこの鹿の首振りというのは宮島ではやらないんだそうですね。威嚇行為なのかとか言われてたんですけど、別に威嚇の行為というわけでもなく、今首振ってますね、これね、わかりますね。なぜ奈良の鹿がこれをやるのか分かっていないようですが、まあ、おそらくは奈良の鹿の中に根付いた文化みたいなものでしょうか。実際にはそのぐらいの知性はあるんでしょうね。でもまあなんだかんだネタ抜きに鹿は可愛いもんです。私もですね、今買ったんですが、あのここにいた鹿ついに諦めたようですけど、私がここで荷物整理するのをしっかりと待っていてくれました。お礼に1枚やっていきたいと思います。あげるときにお辞儀をします。おお、こんなことまでするか。ちょっとそこに段差があったもんね、すいませんでした。面倒なことをさしたので手当てを差し上げます。これは愛すぎね、おとなしいし、もう一枚あげちゃおうかな。はい、どうぞ。あら、いよいよ拾ってあげるか、拾ってあげる、
ょっとね、鹿にあの煽り文句を言いすぎましたんで、こういう便乗はよくありません。しかも角で持って脅そうとする、こういうことは、威嚇を持ってですね、人に物を要求しても通らないのだということを、これしっかりと教えてやりたいと思います。もらえないものはもらえません。人間様の方が強いのです。ちょっと待ってね、あの悪い鹿を今から教育するからね。はい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 、はい、これでこう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 、ちゃんとした鹿がもらえる、ちゃんとしていない鹿はもらえないという教育をまた施しました。しかしかなり不満なようです。まあ、こんなことは理解できないでしょうね。自動車の往来、その迷惑も顧みず堂々と行動を行くあの鹿ですが、しかし一つ非常に評価するべき、また驚くべきことがあります。あそこでもまた鹿せんべいを売っていますが、あのように普通に露出して売っているわけでして、鹿はそのせんべいを直接襲えば一応ある程度固まった数の鹿せんべいを手に入れることができるはずです。しかしあの前で欲しそうにはしていますけれど、人が買いに来るまでは絶対に手を出したりはしません。まあ、高いからちょっと取りづらいっていうのもあるけど、でも取れない高さではないと思うんですよね。なぜあそこに絶対手を出さないのか、これはかなり不思議なことですが、奈良公園の鹿もちゃんとその点だけはわきまえているようです。ただかなりあの周辺には群がっていますが、ちなみにこれ奈良県庁、左側奈良地方検察庁、いろいろと重要な施設がたくさん並んでいるところです。この町一番の目抜き通り、ここにですね、こんなに鹿がたくさん、日本中探しても、また世界中探しても、県庁の所在地、そういった重要な場所にこれだけ動物がたむろしているような場所を見つけることはなかなかできないでしょう。一番近鉄奈良駅に近いところにいる鹿を探しました。そうするとこれでした。だいぶ離れています。他の鹿と100メートルくらいは離れてるんじゃないかな。食べているのは基本的に落ち葉、そういうものも食べられるんですね。他の鹿は食べてないけど、この鹿は役に立つ鹿ですね。こういう生真面目にやっている鹿こそご褒美をあげたくなるものです。鹿せんべい飛ばし大会なんていうのもあって、これをいかにうまく投げられるかという遊び方もあるそうなんですが、気づくかな、ちょっと投げてみましょう。でもちょっと届かないかもしれないな。ほっ、あれでは気づかないか。あ、気づいた気づいた、さすがですね。こっちに気づいたか。でも歩きながら、ほら、うん、こうやって遠くから落ち着いて鹿せんべいを食べる鹿を眺めるのは初めてのことです。他に敵もいないので落ち着いて食べています。いや、このぐらいがいいね。どやされてせんべいよこせとか、他の鹿に食われまいと我先に群がる、そういったのとは違う趣があります。ゆっくりとこっちに来ました。ずいぶん謙虚な鹿だ。次起こせ次起こせと、おな、何してんの。間違いに気づいたようですが、あまり欲張ることもなく、おとなしく食べて全部なくなったら、ちゃんとこっちに目を合わせてくれるんですね。向こうの方にいる鹿なんかね、もう食べ終わったらお前に用はないみたいな感じです。くるっと180度向きを変えていくんですが、しばらくはここに留まってくれるようです。サービス精神のある鹿だ。メスの鹿、わざわざご足労をいただき、ここから顔を出して何か訴えかけてくれて、どうもありがとうございました。もっとくれって言ってんのかな。でもそんなに欲張らないんですよね。この辺にずっと滞在して、もしかしたらこの人だったらわざわざ遠くから自分のところを狙って指名して来てくれたんだから、もうちょっと来てくれるかな、そういうふうに思っているのか。なのにこんなにちゃんとした鹿がいるとは思わなかった。私からのお礼の言葉を聞いたらゆっくり去っていきました。でもこっちは振り向きながらね、愛想いいな、いいですね。あれ、あのオスの鹿はですね、さっきからあの前を歩いていたメスの後ろをずっと追いかけていたんですが、今メスが立ち止まっておしっこをしたところ、それに口をつけて飲んでたよ。うわ、こいつも飲んでる。
頭大丈夫かお前。何嬉しそうな顔してんの。幸せそうな顔しております。こんな幸せそうな顔した鹿見たの初めて。ペロッと口の周りについたのも舐めとりました。気持ち悪い。こういう風に鹿せんべいを奪わないでいる見直すところもあるじゃんと思ったけど、やっぱこいつら頭おかしいわ。でなぜこんなに奈良に鹿がたくさんいるのかなんですが、もともと奈良公園の鹿というのは、この春日大社と関係があります。奈良公園の中に少し不釣り合いなしかし立派な建物、迎賓館に見えますが、これは国立博物館です。この中に数多くの、確かね、最澄の直筆のあのなんかこう書いたものとか、ね、そういうのいろいろ展示されて、ね、相当すごいらしいんですが、大学生は200円で入ることができます。しかもおののく修学旅行生の群れ、この時期でもやっぱりいるんですね。9月になるともう学校もそれ始まってるか、それは当たり前か。そうですね、これから行くのは春日大社。もうめちゃくちゃ疲れたんですが、さっきからもねずっと切り株で休んでたりとかしてたんですけども、体力が回復しましたので、これは今まで行ったことなかったな。動画では大量の鹿がせんべい屋のところに集まっていますが、食べはしません。これはなんだ。せんべい屋さんが大量の餌を鹿にやっていたようです。寛平大社、春日大社は藤原氏を守る神社として作られました。現在でも藤原氏は続いていて、毎年お祭りが藤原氏の末裔の人たちによって行われるようです。ここは奈良公園の鹿と大変深く関係しています。中に入るには500円かかるそうです。ちょっと500円は高いかと思いますんで、あのこれで大体の想像をしていただきたいんですが、ちゃんと一般の参拝所もありますんで、まあ、ここからでもいいのかなと思います。この春日大社で祀られている神様が白い鹿に乗って登場したと、それは伝説があり、ですから鹿は神の使いとして祀られているわけです。まあ、祀られているというか大切にされていて、昔は奈良公園の鹿を殺した場合死罪となったようです。宗教的な理由で大事にされているわけですから、あまりその境内の中などで鹿の悪口を言うのも好ましくないというか、まあ、かなり問題かと思います。春日大社の敷地の中ではおとなしくしておきたいものです。実際そんな別に鹿に対してなんか悪い印象は特にないですしね、まあ、宮島より柄悪いかなとは思いますが、あ、行っちゃいけないか。帰り道なかなか強い雨が降り始めましたが、春日大社の木々に守られてほとんど濡れることはありません。ちなみに今回奈良市内で結構歩きましたが、バスの運転もありますのでそれを使うのもいいと言いたいところですが、奈良市内はこのように車の運行が多く頻繁に渋滞をします。結局歩くのとバスに乗るのとほとんど変わらないということになりますので、今回はお金の節約のために歩くことにしました。ただでさえ渋滞しているところに鹿まで登場するわけですから大変です。さっきもそのようなわけで青信号なのに車が進めず、ひどい渋滞がこの反対車線発生していました。あー疲れた。4時間ぐらいいたかな。近鉄奈良駅に戻ってきました。 JR の奈良駅と近鉄奈良駅は離れたところにあって、 JR はまた随分便利の悪いところです。まあ、バスを利用するのが普通ですが、道はこのように混んでいて、またバス車内も混んでいるので乗ってるだけでも疲れます。駅をこの東向きとかいう商店街、いろんなものが揃っています。庶民的なものも結構たくさんあります。近鉄奈良駅です。さっきの商店街のところ、頑固というあのとんかつ屋さんがありまして、結構ねいい値段するんですよ。カツカレー1080円とかなんですが、サービス弁当っていうのがあって、これをね500円揚げたてのものを出してくれます。結構美味しい、これおすすめです。ご飯大盛り無料。次の列車まであと15分ありますんで、奈良駅のコンコースでこれを食べることにします。なお今もう4時になっていますが、あのねこのぐらいの時間に食べると夕飯代の節約になって結構いいんですよね。夕飯も食べるは食べますが少しで大丈夫です。揚げ物はメンチカツ、ヒレカツ、そしてコロッケの3つです。発車2分前に食べ終わりました。これから乗る京都行き、修学旅行生もたくさん乗ってるはずです。
私が修学旅行行ったのは2012年、もう今から7年前ですけど、あの時もこの奈良駅から、ね、京都まで近鉄に乗って、途中京都市営地下鉄直通に乗り換えていきましたね。懐かしい。列車が遅れ、最大時の乗り換え時間は3分でした。この3分で買い物とトイレとゴミ捨てを済ませたので、もう失敗はありません。でも列車は混んでます。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は橿原神宮前行き急行です。八木駅も近鉄線の中では非常に重要なターミナル駅。各方向へ線路が伸びていて、伊勢志摩方面へも名古屋方面へも大阪方面へも行けます。直通で神戸まで行ってしまう列車もあるんですね。あったかそんなの。線路と線路がオーバークロスする姿は、この近畿地方において近鉄線が床に強い影響力を持っているか簡単に分かるように教えてくれます。この八木駅には大阪、京都から名古屋、伊勢方面各方向へ分岐し、また合流してきた特急列車が多数やってきます。ですから特急を眺めるのには好的な場所です。もうこれから鉄道の話しかしません。やってきたこの列車はビスタカー、2階建て車両が特徴。1960年代から運行を続けています。確かそうだったと思うんだけど忘れちゃった。多分そう。後ろのこちらは、2万2000系といったと思いますけれども、最新型ではないんだけども、結構新しい車両。コンセントなどもついていて快適です。新しい車両と古い車両と今一緒に来ましたが、どの車両何号車が新しく、どの車両何号車が古いかということは事前には分かりません。運次第です。当たり外れが大きい列車と言えます。近鉄のすごいところは特急列車同士を便利に乗り換えられるように時刻を調整してあるという点です。いろいろなところで特急列車同士の乗り換えができます。多分さっきの列車が京都か大阪の、どっちかから来た列車、そして今度こちらがそのもう片方から来た列車、つまり京都方面から来た列車と大阪方面から来た列車がこの八木駅で出会い、それぞれ手軽に乗り換えられるようになっているのです。こちらも2階建てビスタカーを連結しています。ビスタカーとか他にも伊勢志摩ライナーとかいろいろあるんですが、そういう特殊な車両に関してはどれがその列車に使われるか事前に発表がされています。特急列車のお客さんも多いようです。多分この列車が京都から来たんでしょうね。両数が少ないですから。違うかな。これが近鉄名物の特急列車。私も修学旅行で乗せられました。ちなみにさっき走っていたこちらの橿原線だったかと思いますけど、この線路にもね、特急走ってますんで、これとこれを乗り換えるとかそういう場合もあります。ただ特急はお金が追加でかかりますんで、無料で行く場合は急行、途中停車駅がいっぱい書いてあります。あまり早くはなさそうですが、これでも結構駅は飛ばしています。運行する距離が長いのです。なんかちょっと快適そうな座席できたな。この駅は名張駅といいまして、今大阪行きを8両に増結したところです。何やってんだろうこれ。この駅でまた後からやってくる特急列車に抜かれます。そのため小休止。こういうことが割とよくありますね、長距離の列車に乗ってると。
伊勢神宮鳥羽方面に向かう特急です。また違う車両、年代の年式の違うものを混ぜて運転しています。でも私よく近鉄線に乗ってこの辺りの路線走りますけど、急行列車ってのは初めて乗りましたが、特急と遜色なくスピードよく走りますね。ただ途中の停車駅が多い。すれ違ったのはビスタカーです。長かった。今名古屋に着きました。あの列車は伊勢島ライナーです。あれも特急列車、ちょっと豪華なものです。さすがに2時間しか寝ないでこの工程はちょっと疲れましたけど、でもなんとか名古屋まで到達しました。本日はもうちょっとだけ移動します。最終目的地は中部国際空港ということになっています。その後どこに行くかについては皆さんももうお分かりですね。しかし今日は本当ね、近鉄のいろんな列車の急行とか、ね、乗り継ぐときに乗り継ぎ時間が短いのは便利でいいんですけど、ほとんど待ち時間がなかったもんですから、逆に羽を伸ばすっていう時間がなかったな。まあ本数が多いんで別に次の列車に乗ってきてもよかったんですけどね。いろいろ近鉄の特急を紹介しましたけど、最後はこれ。私の乗ってる列車も2回ほどこの列車に抜かれたんですが、動画には映せませんでした。アーバンライナー、すごく速い列車、名古屋と大阪を結びます。新幹線の方が圧倒的に速いのですが、大阪の中心部、難波とかその辺まで1本で結んでくれるという利便性と、それから運賃の安さで新幹線と対抗できています。もうこれだけずっと繰り返していると明日の予算がどうなるかも予想はついているんですが、今日7300円だったんですけど、多分ねそれと300円も変わらないと思います。7000円から7600円ぐらいの間、やっぱりちょっと厳しいな。奈良からの動画はここまでです。続きここから中部国際空港、さらにもう行ってしまって問題ないと思いますが沖縄那覇空港までは次回以降にもう一度視聴させていただきます。ご視聴ありがとうございました。